その時間いただきますわ。もう一刻の猶予もないわ。私たちのデートを始めましょう。私、仮にもアイドルなのでバレたらいろいろ面倒じゃないですか。大丈夫ですよ。今日この遊園地はコスプレ自由なんです。せっかくのデートなんですから、誰にも邪魔されずに楽しみましょう。知らないんですか、ワルキューレミスティ。日曜の朝にやってる女の子向けアニメですよ。吉野ちゃんもミスティ好きなんですか？いいこと聞いちゃいました。今度うちに招待してあげましょう。
そんなことありましたっけ。その頃の私は男性が嫌いで仕方なかった時期だと思うんですけど、何か言いましたか、ローリン。で、うちらを呼び出した理由は何？こないだ好き放題やった埋め合わせをしようったってそうはいかないわよ。マジ引くわ。どうしたんです？急に進路の話がしたいだなんて。そうですか。いつぞやの約束、私忘れていませんよ。練り上げた我が絶技に加え、この伝説のフォーゲフォイヤガントレットまで装着しては、お主に勝ち目などないぞ。ふん、そんなことより忘れてはおるまいな。この勝負に負けた方は勝った方の言うことを聞く約束だぞ。我の圧勝であったな。ま、お主もよく戦った。褒めて使わそう。座るがよい。お主に命ずる。今から10分間、我が何をしても驚かない、うろたえない、拒まないと誓え。そして誰にも口外しないと約束せよ。なかなか寝心地が良いではないか。我の千人枕として雇ってやらぬこともないぞ。敗者が逆らうつもりか。誰、ついでに頭でも撫でてもらおうか。検査とか言って譲る。本当は見つかってないんでしょ。そんくらいわかるし、バカにすんだし。でも私はそれを知らない方がいいんでしょ。だったら信じる。だからお願い、ゆずるを、ゆずるを。さあ、私が誰に化けているか今日の回答を聞かせてもらおうかしら。そう。
それで何を見るの？あなたも触ってほしい。今日は何もつけていない。それはこっちのセリフだ。ここ数日忙しそうだな。少し心配だぞ。あ、謝ることはないぞ。いろいろすべきことがあるのだろう。私は大丈夫だ、安心してくれ。だが会えないのは寂しいぞ。私にできることがあったら何でも言ってくれ。すぐ駆けつける。ああ、ならばよかった。とにかくどんなに忙しくても体には気をつけてくれ。私の言いたいのはそれだけだ。ではおやすみだ、夏海。たった今10日が消えたって。あら、いつになく荒れてるじゃない。仕方ないじゃない、君がなかなか帰ってこないんだし。今日の分は回答なしってことで、ノルマの一人だけ消してあげたってわけ。あんたね。でもそろそろ終わりにしようと思うの。だってもう4人しか残ってないし。今夜正解を出せば消えた全員元に戻してあげる。けど当てられないなら私の勝ち。消えた仲間の存在だと私が取って代わってあげる。つまり君の大事な12人は二度とこの世界には戻ってこられない。今夜は特別に23時30分にやってくるわ。せいぜい準備しておいてね。私の前に立つ覚悟はできているのだろう。私の前に立つ。